皆さんこんにちは。七転び八起きで発信 YouTuber です。いきなりですが、今後も皆様に情報発信できるよう、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さて今回は、AI により、エルトン・ジョンのグッバイ・イエロー・ブリック・ロードをポール・マッカートニーが歌っている作品をご覧いただきます。この曲は、夢を追いかけることの大切さと、夢を叶えた後も、自分の原点に戻ることの大切さを訴えています。歌詞の中で、主人公は、黄色いレンガ道を歩いて、夢の世界を探し求めている様子が描かれています。しかし、主人公はいつしか夢の世界ではなく、自分の原点に戻りたいと思うようになります。この曲は、エルトン・ジョン自身が、成功した後も、自分の原点に戻ろうとした経験を反映した曲とされています。エルトン・ジョンは、この曲を通して、夢を追いかけることの大切さと、夢を実現した後も、自分の原点に戻ることの大切さを訴えています。この曲を聴くと、誰もが夢や原点について考えさせられることでしょう。歌詞は説明欄に記しています。数ある AI のポールのボーカルの中では、この曲と前回紹介した、アローン・アゲインの出来がかなり良い方だと思います。お聞きになった感想をコメントしていただければとても嬉しいです。それではお聞きください。When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the phone. I should have listened to my old man.Now you come home forever. I didn't sign up for you. I'm not a prison for your friends to open. This boy's too young to be singing. Now If it's like you